TV のかなでーす。本日の動画は初めての開封動画をしたいと思います。それでは開けていきましょう。本日開封する商品はこちらです。じゃん。ほぼ日手帳2020、こちらを開封していきたいと思います。それでは開けますね。それではオープン。あれ、まだ見えへんし、一言書いてある。次はもうそろそろかなと思ったら、まだじらされてまーす。やっと中身見えてきます。こちら開けて、こちら開けたらプチプチに入った何かと、ネット特典でこちらの100人一首と、赤いボールペン、三色ボールペンですね。こちら渋谷さんの担当カラー赤やったんで、すごい嬉しいです。で、こちらですね、ほぼ日手帳2020カズンサイズのデイフリー買ってみました。こちら開けますね。こちらですね、中身見ていきます。ちょっと硬いんで鳴らします。1月です。まだ新しいんで何も書いてないです。月曜日始まりで、こちらですね。5マスちゃんとあるタイプです。31日とか4マスタイプやったら途中で斜線とかになったりするタイプあると思うんですけど、そのタイプの手帳私苦手なんで、もう中身はしっかり見て決めます。で、ほぼ日さんって1日1ページ日記書くペースペースあるんですけど、それの日付がなくなって、完全にもう本当に日付入ってないんで、もう書きたい放題、貼りたい放題、すっごい嬉しい。こちら前やったら1日1ページやったけど、書きたいこと貼りたいものいっぱいあった時に、2、3ページから4、5ページ使ってたことあるんで、今回から、今年かな？今年からデイフリーこのタイプ出たん、すごい嬉しくって、もうすぐ買うつもりではいたけど、まだもうちょっと手帳悩みたいなって思って、で、年末にやっぱこれに決めました。さっきのプチプチにはまってたステッカーがこちらです。じゃん。お仕事より大事なことシール、うん、仕事、お仕事より大事なことシールです。あ、その日は授業式ですね。めっちゃかわいい。これがここね、380円プラス税です。え、やばい、ここ駆け落ち、誰と駆け落ちがあったり、ニューヨークでレコーディング、ニューヨークまで行くんや。で、兄、オーディション。頑張れ。イェイイェイ。頑張って。で、
写真集の撮影 in スペイン。スペインまで行くんや。で、年末これ貼ろうって思ったんが、紅白。NHK 紅白リハーサル。めっちゃ面白くないこれ。で、あと、あ、女王陛下とボウリング。めっちゃ女王陛下楽しんでる。これかわいい。で、ロケットの最終チェック、立ち会いしてるのに、ここで宇宙飛行士の面接まで行ってるからね、最終行ってるし、しかも。で、これ、闇の魔王との最終決戦。これ大事やと思う。これ、闇の魔王を倒そう。ね。で、あとここね、自分の銅像の除幕式。これ、かわいい。これでも2枚買ってよかったかも。1枚使って1枚保存用にするか。でも足りるかな。かわいい。最近ずっと持ち運び、18年がないけど、持ち運び用はこのほぼ日手帳使ってます。これ35周年の時にダフ君の名前をスバル君にしてたから、ダフィー用に。多分ダフィーが8周年やったんかな、私ん家に来て。その時のバースデーシールもらいました。で、今年がこのウルトラマン使ってます。めっちゃ可愛い。これも一個一個布の切り方違うから、この上のウルトラマン体だけとか、バルタン星人ここにおらんかって、もう下の方とかやって3つ選んで買いました。で、まだ1月始まったばっかりやから、まだ全然予定はないけど、ここかな。去年の12月ほぼ仕事、ほぼ仕事で、あと去年退職したから、なんか結構送別会をしてもらったんで、送別会の予定してもらった日は送別会って書いてます。またなんで辞めたのかお話ししようかと思ってます。よければ見てください。最後にこちらの手帳にカバーをつけたいと思います。ずっと使ってるこのごちゃごちゃしたかわいいカバーをつけます。めっちゃかわいい。中になんかいっぱい入ってて、多分デイフリーの1ページ目はこのスバルくんを貼ろうかなと思ってます。めっちゃかっこいい。これ好き。なんか2枚ひっついてる。これがでは表紙カバーつけます。ちょっと薄くなったから、すごいペラペラみたい。で、このカバーが汚れた嫌なんで、こちらのカバーもかけたいと思います。
もこんな大きいって超持ち歩くんって思われますよね。ね、めっちゃでかい。これ家用で日記です。なんか前に職場の社員かな、社員にどうせ日記書いとってもメルヘンなことしか書いてへんやろとかバカにされたことあるけど、ね、書くのは自由やし、思ったこと書いてるし、それがメルヘンって思うんやったらどうぞご勝手にって感じよね。この手帳カバーのいいところって、ここがバタフライ帳になってるから、挟んでしまえば、開かれ、開かへん。開けられへん。ダフィーがくる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 回って。これすごい便利。ね。で、オリジナルサイズは、去年のやつかな。ドラちゃん。めっちゃ可愛い。もうこの時からのびちゃん、静香ちゃんのこと好きやったんやなっていう。めっちゃ可愛い。ここに漫画みたいに書い、漫画も書いてある。そう。ちょこちょこドラえもん出てきてたよね。ドラえもんめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ可愛いよね。初めての開封動画でしたけど、シール、ステッカー、文房具などの話と、あとはプリクラ帳の話やったり、ちょっとでも楽しんでもらえたらいいなって思います。質問や応援メッセージなどをもらえるとかなり嬉しいです。花 TV でやってほしいことなどあれば気軽にコメント欄に書き込みしてください。今後の動画撮影の参考にしたいと思います。花 TV にちょっとでも興味を持っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴してくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。ほぼ日最高。